さああと2分ほどで決勝メインスタートします。M D クラ D メインの方準備お願いします。樋口山口健弘さん大橋選手国安選手白井選手細山選手です。はいマーシャルは GT の A メインの方と、えー、ボランティアで誰か入ってください。 M M シャーシの D メイン始まります。えー、引き続き M シャーシの C メインの方自転、えー、車検を行っていますのでよろしくお願いします。はい、ストレート止まってます。大橋樋口山口ポンダ OK。えー、っと白井さん OK。あと国安細山を待っています。サムバシャルはね GT の A メインの方プラス、えー、ボランティア入っていただけると助かります。A メインね三人しかいないんでね。 はい全車ポンダ OK です。それでは並べます。パソコン席の前に集合してください。一番前、樋口さん、今日初出場で D ポールスタートです。はいそれ、樋口さんです。2番手が山口さん、前に来てください。1番。山口さん、前に出て、山口さん。あ,あ,そ,こにあそこにいんのか、うん。3番手が大橋,手、はい、大橋選手。4番手が国安さん、黄色かな。 五番手が白井選手オレンジ、最後尾,尾から黒の細山選手が行きます。はい、それ二番手です。ブルーが二番手。あ、取った取った。うん。はい、ありがとうございます。決勝レース、回メインは全部三分間です。用意どんどんスタートで行きます。それでは、これ一回ね、練習で聞いてもらいます。他のメインも全部同じです。走らなくていいからね。これ練習だからね。 はいそれではレーススタートしますこれですうんスタートしなくていいからねうんそう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 さあ今のポーンでスタートですポーンはね私があの指で押してますんでねちょっとタイミングが変わることもありますそれでは行きます三分間 M クラス D メイン決勝です。 はい、フライングラし樋口選手がいいスタートを決めました、トップスタートさあ山口選手がちょっとミスったか、最後尾まで落ちているのかさあまずは順当に樋口、そして大橋選手が2番手、う白井、国安、山口、細山の順です、まだ全者同一周回さあ初出場の樋口選手がレース引っ張ってます、ただ後ろから来る大橋選手がファステスト11秒57マーク。 さあトップが飛んでしまったその横を2番手を走っていた大橋が行くトップは家帰ります大橋選手がトップです2番手が樋口選手2台が接触樋口選手がこれでまた再びトップ3番手白井,白井選手がね樋口選手に近いあれが2番手ですああトップがミスてるワンツースリーが近づいてくるまず樋口そして大橋ファステスト男3番手白井4番手クリアスです 山口細山と続いている。まだ全車同一周回です。さあ、大橋選手は再びトップとの間を詰めています。その差が前の週零秒五。おお、おお、クリーンなレースをお願いします。クリーンなレースでね。さあ、白井さん、白井さん、うまい二目はす、あれがトップ二台です。トップワンツスリーがなんと二秒の中に入っている。 ここでベストは誰だ国安12秒54国安選手も4番手ですね1234が連なっていますまず先頭の樋口が帰ってくる2番3番そして4番も来る国安がベスト12秒50さあ決勝で、ね、3分間です折り返し地点を通過していますはいえー、っと細山さん来ます早野がどんどん来てますまず2番が来ます だあトップが点灯、その横を冷静に大橋が抜けていく、白井も抜けていく。さあこれで順位が変わります。国安まで行かれた大橋しら白井国安樋口です。さあ,あ今度はトップ。さあプレさあ白井だ。白井オレンジがトップ。五番手スタートのマシーンがトップ。残りが四十五秒です。そして黄色のマシーンあれが二番手です。 さあ5番手、4番手スタートの選手がワンツーです、その裏で細山12秒28ベスト、6番手さあ白井、国安、大橋、樋口、山口の順さあオレンジがトップです、さあ黄色が巻いてた黄色がトップに変わる、なんと4番手スタートの国安選手です、残り時間が20秒、13周、もう1周あります、黄色もう1周ある、2番、3番、4番ももう1周ある。 わとんだ黄色が飛んだナイスマーシャルしょうがないしょうがないさあ最後ワンツースリーが近いなんと0秒6の中に3台うおーうおクリーンなレースお願いしますクリーンなレース <laughs> さあそんな中抜け出したのは黄色ですね国安だ国安もうファイナルラップ入っているはい国安ゴール大橋ゴール山口白井ゴール国安選手ゴールでーすトップゴール2番が大橋3番山口 白井・樋口細山選手でした <laughs> はい続けて M クラスの C メインです <laughs> さあね海メインから えー、結果で 3, 位3名が勝ち上がりますだからさっきの国安、大橋、山口この選手は3番手も入ってますのでもしかしたら A メインの可能性も残してはいますはいあと遠藤さんを待ってますははいいいポポンダ、えー、ポンダじゃないポンダ、OK、です、はい、ストレート止まってますよストレート止まってます はい並べますマーシャルの方、並べるの手伝って,あげてください。1番前、川端さんそこで OK、2番が,やあて2番が杉山選手、2番です、前に来て杉山さん、3番が島村選手、シルバー、4番がその黄色、それ4番、杉山選手は2番、で5番が藤本、6番が遠藤です、前から川端、杉山、島村、山本、藤本、白が一番最後尾。 はいありがとうございますそれでは行きますよ一応ね現在の3番手タイムは14周の7秒山口選手となっていますそれではスタートします練習なしです本番です3分間さあフライングありませんうわー後方ではぐちゃぐちゃと川端選手にとっては美味しいさああれは誰だ 遠藤選手かな遠藤選手は2番手まで来てるのかな最後尾のマシーンが2番手まで来てますこれはね守っていきたいですね3番手、杉山藤本、島村山本の1周目トップは濃いブルー川端選手です3周目に入っていくさあ2番手争いが激しい遠藤杉山0秒3です2、3、4、5が連なっていますねお遠藤選手の白を先頭に2、3、4、5です おー4号が接触遠藤対杉山これが2番手争いですさあバックマーカートップ出てきますまず山本選手の後ろからブルーがトップです濃いブルートップですさあ杉山選手が、えー、遠藤選手をかわしましたね2番手浮上さあバックマーカー島村さんねはいトップですあいあいタイミングが合わなかっただけさあ遠藤選手がこけてるからねはいこけてました、えー、1分経過 決勝は3分間で行われます川端、濃いブルーがトップ藤本さん、後ろからトップ来てますはい、ありがとう、うまいうまい、さあ島村選手が、島村選手、それトップね、島村選手は現在3番手です、それ中です、中、中、はい、ありがとう、さあ2番手、杉山選手がファース,テストですと10秒49で川端選手に迫ってきます、間に遠藤選手を挟んでトップ争い、遠藤選手、後ろから2番手、はい、ありがとう。 さあ杉山選手この選手はねファーステストこのヒートを出してます折り返しですさあ差が詰まってくるトップ争い1.8秒です濃いブルーがトップその後ろを走ってます2番手杉山2人の戦いが続いている3番手がその後ろシルバーの島村ですただ島村選手は一周の差をつけられてるのかな遠藤山本藤本と続いてます残り時間1分 さあ杉山、1.9秒差一発は持ってるが残り時間が50秒ですさあそして前者がね D メインのタイムは超えてくるという予想ですトップは濃いブルーかいってくる危ない遠藤さん、それトップよ,し、OK、よく見えてるさあ川端、杉山、えー、これが2秒差ですこの2人は17周予想現在14周目 ブルーがトップです、ブルーがトップ、さあ、杉山が一気に近づいてくる、遠藤さん、ワンツー来るよ、ワンツー、はい、ありがとう、でそこから全力で、はい、さあ、よっそう、3番手はね、島村さんだけで1周の差があります、抜かせば、えー、ドイツ中間に戻るというポジション、残り10秒、さあ、杉山選手が前に出てるじゃないか、杉山選手がトップです、16周目から最終ラップに入っていく。 ここでベスト10秒22杉山川端が2秒2で2番手ここで3分です遠藤ゴール藤本ゴール杉山ゴール島村川端全社ゴール杉山選手川端選手、えー、トップ2です3番手が島村選手藤本山本遠藤です さ杉山、川端、島村これがとあ新たなトップ3に立ちましたか、イメインはい、それではコースオープンします、B メインですはい、えー、中島、八世安、中沼 OK、えー、っと山さん OK、あとハキーと岩崎くんを待ってます。 はい、ハオーケーあと岩崎くんです、えー、次 GT クラス G メインですね GT クラス G メインの方、えー、車検を行っておりますので準備ができたらよろしくお願いしますはい、えー、ストレートも止まってます気をつけてくださいあと岩崎君ね待ってますじゃあその間に並べちゃいますかえー、っと一番前が中沼選手2番手が長谷川選手3番手はキ井選手4番手は開けといて 5番手が山さん、6番手が中島選手です。えっとね、3番手がハキー選手か。で、4番手開けといて、5番手がそう今走ってる車、これ5番手。で、最後尾から中島選手。さあ、今ね海面の3番手につけてるのは島村選手、16周9秒です。これがえこれ破ると A ベの可能性があります。 はい、岩崎君、焦んなくて大丈夫よ。はい、念のため一回取ってください。一回ポンダ取って。うん、はい、オッケー、全車確認オッケーです。で、えっ、ー、と、岩崎君は四番手ポジションにつけてください。はい、いいかな。大丈夫です。まむさん。一。 代表並べてあげた方がいいよ。ありがとうありがとう。はいマーシャルボッケーですね。それでは B メインの決勝レースこちらも三分間です。スタートします。おおハセアンがいいスタート綺麗にいきました。いやー気合いを感じましたね。ハセアントップ中沼岩崎そして山さんと続いているようです。 さあ長谷川選手ペースがいいですね明らかにトップ2番手との差が開いてるもう1.8秒です30秒経過さあ2番手スタートの長谷川選手が素晴らしいスタートを決めて現在トップを回送中2番手と2秒の差をつけています岩崎、山さん中島、滝井です さあ中中山がちょっとミスター岩崎君が近づいてきますさあ岩崎君もねこのポジション守ってこのペースでいけば勝ち上がれますさあこのままいけば八千山中山岩崎が勝ち上がりそうです中島さん後ろから三番手来てます紫が三番手です さあそしてその後ろから山さんそしてハキーも来てるな岩崎山さんハキーこれがね勝ち上がりのボーダーライン対決かもしれないうわすごいクリーンなレースお願いしますクリーンなレースでお願いしますさあその中抜け出たのはねブルーハキーさんかなトップは変わらずハセアン中沼ハキーが3番ってハキーがミスった再び2,3,4が近づく もう長谷庵のことは僕は見てない、中沼も見てません。萩井選手が三番手。ああ、山さんが前、ああ、岩崎だ、岩崎が三番手浮上。さあ、トップが来ます、トップが来てます、はえっ、ー、と、まずね、中島選手の後ろからトップ来ます。トップはホワイトグリーン。長谷庵です、二分経過。さあ、二番手が中沼選手、中沼、ここでファーステスト、九秒九三、一点八秒差、さとっぱらそい。 さあ中沼ねハセアンがバックマーカーを仕留める間に差を詰めてくる可能性がありますハセアンはホワイトグリーンです残りが40秒山さん一応ねわあ岩崎がミスタ。たハセアンがトップ入ってきます岩崎,君岩崎君まだ大丈夫かさあ山さんそれトップです岩さん山さんそれトップその後ろが岩崎君山さん現在三番手山さんミスタ。た岩崎チャンスを逃さない さあただ、中沼も来てます、来たら譲ってあげてくださいね、はいありがとう、中島さん、ありがとう、山さんの後ろから2番ってきてます残り4、残り15秒、さあトップの2台は18周回ってくるという表示、現在17周目です、岩崎君が現在3番手、山さんが4番手です、岩崎君はね先ほどのトップゴール、杉山から1秒上回ってくるという予想、このまま行けば勝ち上がります。 おどけ三分経過。長谷山ゴール、中村ゴール、岩崎山さんゴール、吐きーゴール、全車ゴールです。はい、このトップスリーがそのまま勝ち上がります。長谷山、中沼岩崎、岩崎は杉山選手のタイムを一秒ちょうど一秒ぐらいは余ってます。さあ勝ち上がりは長谷山、中沼岩崎ですち。ちょっと待ってくださいね。ここで組み替えの準備をします。長谷山。 えっとはい、それでは A メインの結果、えー、M クラスは小泉、無視がしたら、発生案、安中沼、岩井です。これで再決勝を行います。えっと、これで、さあ、これから GT クラスですよね、GT クラスの G メイン。はい、今走った人はマーシャル入ってください。よいしょ。それではコースオープンしておきます。

走って大丈夫ですよ遠藤、国屋、大橋、大西、樋口、浜田選手、あ、安選手が出てきます。<laughs> あ、違うで違う。え、<laughs> 現在 G メインを行っております。GT クラス G メインを行っております。え、この後 GT クラスの F エフメインになります。F メイン参加の方、事前車検を行ってますのでよろしくお願いします。はい、国屋選手 OK、大橋 OK、大西 OK。 えー、浜田遠藤系あと樋口さん待ってます初出場の樋口選手を待ってますはいストレート止まってます気をつけてくださいストレートは止まってますはい山さんが、えー、ま並べてくれますあと樋口さん一応取ってくださいはい全職系それでは並べます一番前から 遠藤選手前に出てください2番手、国安選手3番手が樋口選手です、シルバーのマシンが3番手4番手が淳選手、ゴールド5番手が大西選手、緑6番手大、大西選手最終交尾が大橋選手、緑です。 はいいありがとうございますそれではいきますよ、GT クラスの G メイン決勝3分間スタートしますはいフライングなしトップスタートの遠藤選手がいいスタートを決めたがちょっと操縦台の前でふらついたさあ、樋口がこけるそして飛ばされたまずトップ2が絞られます、国安が1周目早かったがこけた、こけた。 さあなんと5番6番スタートの大西大橋が2番3番かなそうですねそして4番手に樋口選手国安そして篤志選手と続いている模様ですトップは白遠藤選手かなりの差をつけましたもう3秒以上の差をつけてますさあこうなると遠藤選手はね他のメインの人との戦いですそれを意識してくる周回数伸ばしていきたいです 2番手が大西選手3番手、大橋樋口、国康浜田選手トップは白です、白一色まだバックマークが出てこないさあ樋口選手が3番手浮上あー、それ外側です山さんありがとうさあ大西、大橋が頑張っているそうすごい超団子状態になってます2、3、4、5が団子状態さあ樋口選手はもう一回最後尾から追っかけます さああのそして地獄のような団子状態にまもなくトップが入ってきます1分15秒になるところ大西選手5番手スタートがいる現在2番手走っていますそのすぐ後ろにクニアスキ黄色そして濱田選手がいる気がつけば4番手、濱田選手はヒートのファストスを出していた模様ですさあ白がトップです白トップ濱、はいえー、田さんありがとうございます濱田さん俺の方が速いんだという感じです 1>, さあ1分40秒、浜田さん来たら譲ってあげてください、それトップです、それトップです、はい、ありがとうさあ遠藤選手はここ落ち着いてね、実力出して引き離しにかかってください,、はい、ありがとう、ありがとう、さあトップは遠藤選手、2番手が黄色の国安、3番手大西、浜田、大橋、樋口の順です、大時計二2分経過、さあ2番手が黄色です、国安選手、3番手がゴールドの浜田選手です、4番手大西。 樋口大橋と続いている残り50秒さあトップが白ですトップが白2番が黄色3番がゴールドです2分20秒経過遠藤選手が今操縦台の前白です白そして2番手争いが国安黄色3番手がゴールド4番手樋口です さあゴールドとシルバーねこれ3番ダーラスにしてます、この2台さあトップ、白が帰ってきます残りがまもなく10秒というと時間帯トップは遠藤、国安黄色が2番手3番手、浜田です4番手が4番手が樋口選手王道系はここで3分になりますまだ誰もゴールしないこれは浜田選手3番手でゴール国安2番手 引き口4遠藤トップゴールあとは大西大橋ですはい大西 OK 最後大橋選手ゴールでーす優勝遠藤選手です国安浜田選手までが A メインの可能性を残しましたさあ次 F メインです翌っ G.T.E. メインの方、E. メインの方、発表お願いします、OK。浜田、えー、浜田オッケー、稜オッケー、高塚オッケー、あと村田選手待ってます。はい、今走った人はマーシャルお願いします。マーシャルです。さあ、さっきの三番手の選手は浜田敦志選手、十五周四秒となっています。これがまずのはターゲットタイムになる。はい、それでは並べます。電車ポンドオッケーです。 1一番前が、えー、高塚選手前に出てください高塚選手が前2番手岩井選手前岩井選手前3番手が久保選手ブルーがく3番手ブルー3番手4番手が両、えー、家選手両家選手は黄色だったかなそうだよねで浜田選手紫が5黄色が4ディ。うん。で,いい、うん、で紫5最後尾から白の村田選手がいきます はいそれではスタートします F メインの決勝レース3分間ですはいフライングありませんちょっと久保選手がねスタート遅れました岡間掘られてしまったさあトップ3がまず抜けてた形高塚選手が1周目トップ岩井優斗くんと続く浜田選手が1周目一番早いタイムでした10秒34 さあ浜田選手がきますトップ争いは2台、1.7秒差3番手に両家選手が上がってきた岩井4村田5久保6ですさあトップはホワイト1色今、総重台の前で走ってますこれがトップその後ろ紫が2番手、浜田選手3番手が黄色両家選手岩井選手4番手が焦げているその横村田選手まで行ったので岩井選手はこれで最高位まで押してるマシンおかしいか 岩井選手それ前ね二番手なんでねさあトップ争い2台が近いように見えるぞ高須賀浜田その差0秒9操縦台の前白対紫ぴったりですおおきます浜田選手は来ますそして三番手が両家選手は黄色です四番手え村田白五番手それ中です中五番手久保六番手が岩井選手さあ1分15秒経過 あー2番手が点灯ただ2番手では帰ったかおなんだ1応止まってるぞあれ止まってます村田選手かどうしたどうした回収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 1台止まってます掃除台の前止まってる気をつけてねはいえっ、ー、と間を見つけて回収してくださいトップは高須賀選手2番手、えー、浜田選手5秒の差をつけられた3番手が久保選手4秒54番手両家岩井 コース上5台になっています村田選手はマシンを止めた模様さあ白、これがトップです、白トップさあ2分経過、残り1分、トップ、高塚選手は18周回ってくるという予想、さっきのトップタイム超えてきます、さあ2番手、浜田選手が細かいミスを続けているぞ、3番手がブルー、ほら来てる、久保選手はこれで2番手浮上、その後ろからトップです、久保さんトップ、冷静に行かせました。 白、ブルー、紫のオーダーです白がトップブルーが1周遅れで2番手3番手が紫です2分30秒になる残りが30秒トップ白は18周1人回ってきますさあ白が16周目に入っています久保そして浜田の2番手争い1秒浜田選手はね前に見えるだけにも,もどかしいこけている 戻れない戻れない戻ったさあ残り10秒来てます岩井選手がこれ3番手かな岩井選手あ3番手上がったがミスってる大時計ここで3分です白がファイナルラップ18周目に入ってますはい久保濱田ゴール両家ゴール高須賀ゴール全車ゴールしましたトップゴール高須賀選手2番手久保3番手が 玉田選手でした全社ゴールです <noise> はい今度は E メイン決勝です はい榎本山本えっとそれから諸橋田淵 OK 日暮 OK あと藤木選手を待ってますさあトップタイムはね高須賀選手の18周8秒となりましたねで2番手タイムが久保選手16周1秒3番手が、えー、浜田優斗くん16周4秒ですね A メインの勝ち上がりボーダーは優斗くん16周4秒となっていますはいそれでは、えー、藤木選手まだかな こっちマーシャル誰か立ってもらって並べてあげてくださいトップスタート、榎本黄色です2番手が、えー、諸橋ブルー3番手が田淵同じくブルー4番が、えー、藤木です4番開けといて5番が、えー、日暮ブルーそして6番が山本白かブルーが多いですね4番今来ます 藤木さん一応一回計測ライン取ってください。えー、D ィメイン車検を行っております D の。藤木さん、あの、<laughs> 岩井さん。一通ィーメイン車検を行っております。はい、全車オッケー。<laughs> 全車オッケーです。それでは並べます。さあ、三番手につけましたのは、浜田優斗選手、十六種四秒となっています。 ははいそれでい、e、メイン決勝レーススタートします3分間、はい OK、おお諸橋がすごいスタート榎本がもう追われていったまだねレース序盤です榎本が落ち着いていこうさあ溝の口のコースメート同士が接触したように見えたが俺はこの後心配です さあ2番手が田淵選手かな3番手山本藤木、日暮、榎本続いているまだ前者同一周回さあ諸橋、田淵のトップ争い1.5秒です山本が3番手いや日暮が3番手に上がってますねさあそして藤木選手も来ているかさあ2番手が田淵3番手日暮榎本藤木山本来る榎本は冷静に4番手まで上がってきている 40秒経過したところさファーセスはトップを走る諸橋1人9秒台が出ています9秒58そ、ね、諸橋選手はね予選でね結構、えー、恵まれない展開でしたからねここで実力を発揮したいですよね1分経過したところ3分間です残り時間が2分2番手田淵選手日暮江ノ本これがね2秒ぐらい中に入ってますさあ日暮江ノ本 江ノ本はよく落ち着いてます無理にはいかないさあトップはね濃いブルー今計測ライン取りました諸橋です二番手が、えー、もうすぐ計測ラインの田淵三番手が日暮四番手黄色榎本藤木山本と続いてますさあ山本選手はミスタが大丈夫ですねトップは濃いブルーですトップ濃いブルートップ濃いブルー さあ日暮選手の後ろから来ているのがトップです日暮選手は現在4番手田淵選手は2番手、田淵選手ちょっとミスってました榎本が近づいてきます、2番手争い1分50秒経過榎本大切なところでベスト9秒85さあ榎本、前に見めますあれが2番手ですさあそして4番手が日暮藤木、山本と続いてます残りまもなく50秒さあ榎本君トップ来てますトップ来てます はいそれついていく田淵選手、残り45秒あーちょっと車が空いてる榎本選手さあ残りが40秒田淵さん、後ろからトップ来てますトップ来てます、えー、山本さん、それね2番はい続けてトップ来ますあ田淵さん、危ないよ田淵さん危ないが焦げてるその横榎本が抜けてってこれで2番手浮上黄色諸橋はすでに全車ラップしてますね トップは連射ラッププラしてる。残り20秒さあ諸橋はね他の選手より2周余し19周予想ですさあ榎本がねなんとか17周1秒なんで3番手ぐらいで入ってくるのかな残り5秒さあ諸橋がファイナルラップに入ってきましたここで3分榎本ゴール17周0秒タブ内ゴール日暮ゴール山本ゴール 諸橋ゴールトップゴールです。榎本二番手、三番手、田淵、日暮、藤木、山本でした。さあ、や、え、とりあえず諸橋選手はこれトップタイム。二番手に高須賀選手、三番手が榎本君というタイム順になります。諸橋、高須賀榎本です。トップス えとちょっと待ってね、今、えー、これから D メインの準備をします。はい、えー、っとで、D メインです。それではコースオープンしてます。はい、島村藤田 OK、杉山、高瀬 OK、全車 OK です。 それでは先ほど走った方はマーシャル入ってください。マーシャルです。はい、ストレート止まってます。ストレート止まってるよ。1番前が島村選手2番手杉山3番手がたあ。失礼間違えた。1番前が島村2番手杉山3番手吉村4番手藤田最後尾から高瀬選手です。はい、この並びでオッケー。これで線の上に置いてあげてください。はい、タブさんありがとう。 島村選手2番手杉山選手3番手吉村4番手藤田最高尾から高瀬ですさあ室橋選手の19周9秒これが会メインのトップタイムになっていますはい3分間のね短いレースなので慎重にいってほしいそれではいきます D メイン決勝3分間アイ、はい、フラインがありません おーさあ3番手スタートの吉村選手がいいよ、つ、e、きました、うわま島村車安定しない、さあこの時間帯ですよね、ここに慎重に行った方がいい、トップ2台が、さあ,あれは最後尾スタートの高瀬君かな、高瀬選手がトップですね、黄色のマシーン、そして2番手が誰なんだ、2番手が吉村選手です、吉村選手、かわされる藤田選手が2番手、杉山が2番手だ、さあ高瀬君、この時間帯、大切です。 黄色がトップです2番手杉山3番手にこれ藤田ですね吉村島村ですさあレース荒れるとね諸橋のタイム破れないですよさあ杉山選手9秒83ベスト現在2番手トップまで2秒5藤田3番手吉村島村と続いている藤田がミスこれで4番手から5番手まで落ちるかさあもう黄色はかなり離しました5秒以上の差をつけている あとは、えー、高瀬君黄色がどこまでゴールタイム伸ばせるのか黄色がトップです黄色がトップ2番手が吉村ですあ吉村がミスってる3番手が杉山選手藤田、島村ですさあ2番手争いが近い吉村杉山これが0秒5操縦台の前からああ杉山こけたさあトップは黄色です島村さん来てます トップ生かしてあげてください来たら生かしてあげてさあ高瀬くんが19周予想まで乗っけてきました黄色がトップです杉山選手の今後ろから来ます杉山選手は現在3番手さあ2番手がほけている杉山間を詰める1分40秒経過さあトップは高瀬です黄色吉村選手は今計測ライン杉山がベストを1 3秒で追っかける4番5番手が杉田藤田選手最後尾に島村がいます黄色がトップです さあトップ1人が19周予想ですなんと面白いことに先ほどの諸橋と同じ19周9秒予想と表示されている高瀬選手さあ杉山選手もね現在3番手前にね見えます吉村選手ただなかなか相手が詰まってこないその差が1.5秒です4番手が藤田5番手島村です残り40秒さあ吉村選手2番手がベスト9秒34 さあ杉山選手との2番手争い差を広げました吉村選手さあここでベストは今度は杉山選手3番手のマシン9秒352番手争い1.9秒ですさあ間に島村選手を挟んで2番手争い危なかった OK さあ残りまもなく10秒高瀬選手は黄色トップ19周予想現在18周目もう1周ある さあそして2番手争いがやばい、やばいさあトップが最終章入りました3分経過、島村ゴール杉山ゴール吉村ゴール藤田ゴール高瀬君はあこれ転んでる最後19周は踏んだがこれで多分、ね、総合は2番手だと思います高瀬君うんと後であとで詳しく調べますが、えー、村諸橋そして高瀬 そして杉山選手かな多分おそらくこれがトップ3だと思います最終的に後で他の人にも見てチェックしてもらいますはいそれでは C メイン決勝いきます GTB メインの方事前車検を行っております GTB メインの方準備できましたらよろしくお願いしますはい旗野横 横打ち、OK えー、岩崎、西山 OK、OK あと山友さん、全、は、車、い、OK ですはいストレート止まってます、ストレート止まってますよストレート止まってるからねはいそれでは並べます、さっき走った人はマーシャルストレート止まってますストレート止まってますストレート止まってるからね気をつけてくださいはい一番前岩崎君、前に出て岩崎君前に出てはい並べてあげてくださいそれがトップスタート2番手がピンク、西山3番手横打ち、横内 四番手はタノあ四番手ハタノ五番手から山友です勝ち上がるには絶対十九種が必要ですそれではいいですかはいスタートします C メイン決勝レース三分間 はい、オッケーです。さあ、まずは順位に変動ないかな。ないですね。おお、すごいとこ岩崎を走ってった。さあ、一番早かったのは岩崎君1周目9秒73。まずトップ3が抜け出したが、この3台が0秒8の中に入っている。さあ、今度はトップ西山選手が迫ってくる。はい、オッケーです。オッケーです。 岩崎く直しててあげてください最後尾1回落ちるなんとこのチャンスを横内選手が取りましたね横内西山畑野山友岩崎です40秒経過さあ西山選手は2番手だがこのペースじゃだめです19周入ってこれないという予想ペースアップは必要ですまもなく1分になるところ 横山選手がトップ2番手ピンク3番手がカラフルな畑野選手です。4番手岩崎選手そして山友選手シルバーと続いているさあ2番手の西山父も19周予想変わってきましたね諸橋のタイム抜いてきますねこの2台横山西山そう西山がファステーそうです山友さんありがとうさあトップ争いが一気に近づく0秒5ただね2台が絡むと 19周逃してしまいますさあそして3番手の旗の選手も諸橋選手のタイム抜いてきますねこのトップ3がそのままトップ3になりそうです1分40秒経過さあ横内選手がトップ19周2秒予想西山知事が3秒予想旗の8秒予想です さささああ山ん3番手が来てますさあ岩崎君も気がつけば畑野の後ろにいるこれガチンコ勝負です畑野対岩崎さあ岩崎君がこれで3番手に浮上この選手はねファース,テストスを出しましたが残り45秒岩崎君全力でいってください19周9秒までいけば、えー、可能性を残してます現在ね19周9秒予想です 残りまもなく30秒さあトップが変わってますね、私見逃してましたピンクが前に出ている西山父17周目トップに変わっています19周3秒予想あさあ岩崎君ね、ここ数周が大切です、ここ数周が大切2分50秒になるところ。 さあ19周9秒にねモラス選手がいるので3番手、岩崎それを超えれば勝ち上がりのチャンスを残す現在19周8秒予想大時計、ここで3分です西山ゴール、畑野ゴール横内ゴール岩崎ゴール岩崎君も可能性残したと思いますトップゴールは西山2番手、横内3番手、岩崎君です4番手、畑野5番手が山友選手 えっとね。最終的な結果、後で集計してお知らせします。さあ、勝ち上がりをかけた最終ヒート b メインです。 はい山,えっと、山さん、無視がッケが OK、はい、ストレートで止まってます、止まってますからね、気をつけてくださいよ、止まってますよ、止まってますからね、はい、ストレート止まってます、ぶつからないようにお願いします、あと、キアメン選手、たら選手 OK あと、キアメンさん、ストレートはすでに止まってます、マシン止まってますんでね。 はい、最後極めの選手がやってきます。さあ、並べましょう。一番前西山こうが、二番手がきわめん選手を開けといて。三番手が山口選手、山さん。四番手が下楽選手。五番手が虫が選手。最後尾から北川選手。全車ポンダオッケーです。前から虫、ええ、ちょっ前からこうがきわめんや、や山さん。設楽虫が北川です。 さあ19周2秒が回メインのトップタイム4秒が横打ちそして8秒に岩崎君がいます248秒はいそれではスタートします B メイン決勝レース3分間うわこうが危なかったなんとか耐えました2番手スタートのキワメン選手もよく見ていたがさあ2番手集団が 絡んんでいるささああそしてあれ北川さんかな最後尾スタートの北川選手が2番手、ムシガが3番手につけています。さああとはねペースを上げないとダメです、現時点では勝ち上がれない30秒になるところ、さあ甲賀選手が徐々に自分のペースで走り出している北川、ムシガ、そしてキワメンがファースですと9秒18をマーク4番手のマシンです。ま、さん番番手6番手がしたら さあ234が近い北川、無視がキワメンですさあ高賀選手はまず20周ベースまで持ってきましたさあ北川、無視がキワメンバトルしながらの、ね、ペースアップは求められると思います今のままじゃだめです1分経過さあトップは高賀く君です今操縦台の前さあ後方では接触があったか黄色のキワメン選手が帰ってくる ただキアメン選手、これじゃ届かないおそらくそうです、ね、まだ岩崎君に届かないという予想です1分20秒経過、こうがこのままいけば余裕でトップ通過です折り返しですはい黄賀選手譲ってもらって11周目に入っていますこの選手は20周4秒予想2番手がキアメン 19周6秒予想かさあこのペースでいけば岩崎君を捉らえそうですただまだですねそうだ横内選手4秒がいます4秒までいかないとだ極めだキアメン選手は現在5秒予想ただ最終結果他の人に見てえみんなで確認しながら決めます20周回っちゃえば大丈夫です西,西山紘が20周ペースです残りちょうど1分このヒートの2番手キアメン山さんが3番手たら北川虫川です ムシがベスト9秒12残り50秒さあキめアメンが先ほどのトップゴール西山父のタイムに近づきつつある残り40秒さあムシがベスト9秒07ですキめアメン選手はトップまでは6秒5ただね前のヒートの西山父と戦っているという状態残り30秒 さあ極めんが西山と同じ19周2秒予想まで変わっている現在17周目から18周目に極めん入っています極めんは黄色です黄色です2番手トップがミス大丈夫ですね残り10秒残り5秒さあコーが20周入れてきましたここで3分 極めんン十九周一秒、山さん三番手、高がトップゴール二十周四秒、下らゴール最後虫シさん。<noise> はい、全車ゴールでーす。高がくんはトップゴールです。トップつか。キアメン選手が一秒なので、極めん選手が一秒なんで二番手です。 そして、山さんが勝ち上がり三番です。このヒートから三人とも出ました。甲賀極めん山さんです。山さんはね、危なかった。あと零秒三遅れてたら、父に行かれちゃう男でした。 さあ、甲が極めん山さんは A メインです。 はいこの後17時55分から今日最後の三レース各メインの決勝レース A メインを行います A メインは勝ち上がりを加えた六名で行います六分間の周回レースになります17時55分スタートです はいえー、今日はね19時ごろ夜7時ごろにはもう解散の流れにしたいので、えー、片付けなんかをねしつつねよろしくお願いいたします。